皆さんこんにちは。本日は2022年最終戦、バダスさんとのオープン戦の模様を振り返っていきたいと思います。まあ、こうしてホーム上に整列するという光景も最近見られるようになってきましたけれども、徐々に日常を取り戻しつつあるなと思いましたね。では早速初回の立ち上がり見ていきましょう。先発は山中投手。高めのボールで先頭打者を三振に打ち取ります。これは何のボールでしょうね。あまり見たことないですけど、初回は2奪三振の立ち上がり。あ、この時ちょうどワールドカップやってたんですよね。さあ気合が入ったところでワンアウトからフォアボールでランナーを1人出し、ワンアウト2塁で福本選手。ふわっと上げた打球、これがレフト前に落ち、ランナー1人かえって幸先よく先制点をもぎ取ります。さあ今のリプレイですね。ボール球になろうかというボール、体勢崩されながらもうまく打ち返しましたね。先ほどタイムリーの福本選手は盗塁2つを決め、ワンアウト3塁となっています。この振り逃げの間に福本選手が帰ってきて、これで2点目を奪います。続くバッターフルカウントからフォアボールを選び、ツーアウト2、3塁の場面。おっと、これは珍しい、これもボークになっちゃうんですね。このボークによる得点などでこの回はさらに2点を追加、これで4対0、幸先のいい立ち上がりとなりました。援護をもらって2回表の守り。ライト線に飛んだ打球、ライトの選手が完全に後逸をしてしまい、ノーアウト3塁となってしまいます。いやー、申し訳ない限りです。このセカンドゴロの間に先ほどのランナーが帰り、これで1点を失います。4対1ですね。続く後続の打線ですが、これで2アウト。後続の打線はきっちり打ち取り、この回は1失点のみで切り抜けます。追加点が欲しい3回裏の攻撃ですね。フォアボールで1人ランナーを出し、ツーアウトランナー1塁でバッターは朝倉選手。ここはきっちりつないでツーアウト2、3塁のチャンスを作ります。打ち上げちゃいましたね。これがセンターフライとなり、残念ながら無得点でこの回を終えます。4回裏の攻撃もチャンスを作ります。バッターは斉藤選手。センターのヒットとなり出塁、盗塁2つを決め、2アウト3塁となり打順は1番に帰ります。ここはフォアボールを選び、またしても2アウト2、3塁のチャンス。うまく合わせましたが残念ながらサード二者残塁となり、この回も無失点となりました。チャンスを逃すとピンチが来るのが野球のお決まり。5回表の先頭バッター、これが大きな当たりとなります。ツーベースヒットとなります。ワンアウト3塁となりますが、これはいいボール。今日5個目の三振でツーアウト3塁となります。
外そうとしたところ甘めに入ってしまいました。これで三塁ランナーが帰り4対2、2点差に追いつかれます。しかし後続は打ち取り、この回は1失点で終えます。さあ日没が近くなってまいりました。この回が実質的な最終回。先頭は遠藤選手。この打球がショートのエラーを誘い、先頭打者が出塁します。続く斉藤選手はデッドボール。ツーアウト2、3塁で途中出場の池上選手。完全に打ち取られた当たりですが、全力疾走が功を奏しました。エラーでランナー2人が帰り6対2となります。ツーアウト2塁で途中出場の吉田選手。センター前にきっちりと運び、二塁ランナーがホームに帰り、さらに1点を追加します。今のが2022年チーム最後のヒットでした。低めのボールしっかりと食らいつきましたね。ちょっと点数分からなくなっちゃいましたが、最終戦は見事勝利を飾りました。バダス様ご対戦ありがとうございました。あとは最後にみんなにお願いしたいんですけど、2日後俺の誕生日なんでハッピーバースデー歌ってください。せーの、ハッピーバースデー。そんな2人だけなの。2022年の活動はこれで終了。2022年の成績、25勝16敗1引き分けの勝率6割超えを見事達成しました。ということで2023年も頑張っていきたいと思います。